さてと前回からの続きなんですけど、前回は、フィールドがまだまだ夏引きずってんねっていう感じで終わったんですが、今回はそのフィールドで前回からの続きでかいのでやっていこう。というのもね、岸際のシェードにでかいのいたじゃん、あいつ釣りてえなって思って、でそういったとこを攻める用のやつやつっていうのはルアービークビークでやってるぜ。で今回はね、ちゃんとワームもちゃんとしようかなって。ワームちゃんとしてんのかこれ、してないなしてないわこれは。なんかハイワームあるかな、またハイワーム使おうとしよる。そんなんやけん釣れへんね。お待って、これこれどうよ、ウィーニングクローの残骸。これをさ、長さ合わせたらさ、ええのでは。こんなもん取ってる方があれなんだけどさ、この尻尾とか良さげな動きするんちゃう、もしかしたら。ほら、うわ、なんかキモいタガメみたいになった。オッケーオッケー、タガメ、タガメルアーでいきましょう。ああ戻ってきてないな多分。あれウィードえげつねえな、草が。こういうところにおらんかね、そんなすぐには戻ってこんのか。おらんよね、時すでに遅しってやつですね。バスのサイズが下がった、ビークよりちっちゃいバスがいっぱいおる今年生まれたやつかな、興味あるみたいです。でも君たちじゃないんよね、はあ、おらんな。じゃあちょっとこういうところ、マットカバーみたいな、こういうところやっていこうか。おるんかね、それないな。よし、ちょっとバッテリー交換がてらトレーラーも変えてきました。ドロップショットミノーの胴体ちゃんとしました。ちゃんとした結果、ちゃんと釣れるんじゃないかと思ってこれでやっていきたいと思います。あとはカメラが止まらんことを祈るだけですね。撮影が止まるのを勘弁しよう。さあ見えないよね、大丈夫カメラ、 OK 大丈夫やな。キャスト前にチェックせんといけんね。キャスト中に止まる可能性もあるけどね。さあ、さっきの場所ですけど、魚戻ってきてないかな？大丈夫カメラ。いや、でも、おらんね。おらんのか、食わんのか。まあ、これだけ水がきれいなら、いりゃ見えると思うから、おらんねやろうけど。じゃあどこにいるんだい、ここはどうだ、カメラ大丈夫、大丈夫やな。とりあえず2分は撮影できよ2分撮影できてホッとしてるけどね、多分おらんよね。ダメやね、ちょっと時間を置こうか。よし、ちょっと時間が経って日が暮れましたね。さあ全面シェードになりました。リベンジ果たしていきたいと思います。つってもバスも見えなくなったなあ、どうしよっかな、壊せられんのかなこれで。魚も見えねえじゃん、いること信じてやる、全然見えん。いやー、サイトじゃないとダメだな。魚いんのかな、いや、わかんねえ。でかいのおらんか。おお、なんか食った。サイズはどうだ、大きいのかちっちゃいのかもわからん。
なんかいるね。なんかいるけど、サイズまではわからんわ。でかいんか、ちっちゃいんか。ん？それバスか？あ、バスや。やるじゃん。あ、いなくなった。ダメやね。あ、バスか。え、待って、でかっ。え、ちょっと待って、それクソでかくね。主では、ちょっと待って、お前じゃない、お前じゃない、お前じゃない、お前、お前でもよかったけど、そいつがでかい、そいつがでかい。やべえ、でけえのこれ。やべえ、でけえのゴール。ちょっと待って、取れてる、オッケー。いや、でもあいつなんか反応しなさそうだな。あんなでけえのおるんかい、ここに。あれはマジででかい。あれ釣ったらマジで終わり。あー、でもちっちゃかったな、ちっちゃかったわ。あれじゃねえけど、乗らんかったし、どっちにしろ。いや、いなくなったな。うわ、クソでかかったんやけどな、マジで。誇張なしで、あれはでかかった。明らかにでかいって思うサイズの、一回り二回りでかかったもんね。マジか、外してたね。なんか、まあそうだな、吊るしがそんなにいいっていう感じじゃない状況で、とりあえず吊るしで釣りたいなでやってるからね。もう一回チャンスねえかな。やってしまったな。あれ、今日俺魚釣った様子動画になってる？そういえばなってないかもしれない。あー、ダメだな、これ。リベンジしていいか。いや、見切る、ダメ。リベンジ案件やな。くっそー、でかかった、マジで。このタイミングでしかあそこにいないのかな。釣りたいな、あれ。オッケー。うわっ、来た。どう、うわ、今この木の枝に引っかかって腹筋が全然決まらんかった。最悪やわ。いや、でもかかってないんじゃないかなと思うから、もうワンちゃんあってほしい。まあまあなサイズだったね、今の。絶対岸っぺたより沖の方が可能性はあるから。あそこの木の枝、木っていうか竹の枝、竹の枝一本にかけられた。完璧、空中の竹の枝。あ、外れた。来た来た、よし、来た来た来た。ほら、やっぱり
あーでもサイズ下がったか。まあ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 、オッケー、よっしゃよっしゃ、ちっちゃいわ普通にちっちゃいわ、ウェイ。なんでそこで乗らんのや。あの枝、あーでもちょっと距離が足らんかな。いや、来た、おっしゃ、連発、オッケー。ちょっちょ、足場が悪すぎてどうすればいいかわからないよいしょ、よし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 、ネット、ネットプリーズ、よいしょよいしょ、いやもう打ち止めかな。ちょっと魚のサイズそんな大きくないけど、見えないもんな。見えない以上しょうがねえ部分はあるわ。よし、オッケー、魚のサイズが見えないから選べないです。この間のクソでかいやつおらんねえ。まあまた見えたタイミングでやるしかないな。今回秘密兵器持ってきたんだけどね。はい、ということでリベンジやってきたけど、でかいの釣れんかったわ。でかいのどこにいんだろうねこの間みたいにね、あそこにいてくれたらいいけど、いないんだよな、うん、まあ時間が時間ってのもありそうだけどね。で夕方までちょっとできないんで、この間夕方日が暮れてから魚浮いてきたね。また日が暮れ好きにやってみようかな。ということで今回はこれぐらいにしておきましょう。せっかく秘密兵器を持ってきた。どの辺が秘密兵器なのか、おお、また来た、超釣れる。はい、終わったつもりだったんやけどね泣きの一投したらまた釣れた、超釣れるやん、さすが秘密兵器。だけどこいつの真骨頂はもっとでかい魚に相手に効くはずなんだけどねっていうことで、このサイズだとちょっと違うぞっていう話になっちゃうんだ。さすがに、うん、なかなかいないんかな。まあいいや、泣きの一匹釣れたからおしまいということで許してください。それではさらば、本当にさらばです。